2011年、クロアチアのリーカ空港に到着した、ライアンエアーの発便に対して行われたウォーター、サルートポートランドのスチールブリッジにて、バンデグリフトに対してウォーターサルートを行う、消防艇保存のために寄贈された、クランフィールド大学にてウォーターサルートを受けるボーイング737から400に、2020年3月31日北京首都国際空港にて、 COVID-19 のパンデミックのために、湖北省に派遣されていた医療チームの期間を迎える、水門令2008年、ブルックリン橋完成125周年を祝って、ウォーターサルートを行うニューヨーク市消防局の消防艇ウォーターサルートは、敬意や歓迎を表するために、消防車両などによって行われる儀礼的な放水である。 空港にて行われる際は、誘導路やエプロンの脇にたま数台の消防車両を、航空機の進行方向に対して垂直に並べ、放水によって作られた水のアーチの下を航空機が通過するという形を取るのが一般的である。ウォーターサルートは、古参のパイロットや航空管制官の引退、空港における航空会社の最初あるいは最後のフライト、 その方の航空機の最初あるいは最後のフライト、その他重要なイベントを記念して行われる。例えば、コンコルドがジョン・ F ・ケネディ国際空港からの最後のフライトを行った際には、青、白、赤の3色でもって放水が行われた。その他のイベントの例としては、ドナルド・トランプが2016年の大統領選挙で勝利した後、ワシントン DC に向かう際に、 ラガーディア空港で行われたものなどが挙げられる。また、ウォーターサルートは船舶に対して行われることもあり、その場合は消防艇によって放水される。これも、古参の船長の最初、または最後の訪問や引退、その船の最初、または最後のクルーズ、軍艦の訪問、その他の宿典の際にしばしば行われる。ありがとうございます。